Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up Aji Ajiraji. 週末金曜日時刻は4時を回りました「アジクーターラジオ」生放送の時間ですえー、今日のこの時間夕方6時までお相手は DJ モーリーとイラミナセイキですあのー、サインぐらいさ書、うん、けないとあなた <laughs> いやいや本当にその件については僕あなたがサインを持ってたことに驚きを隠せないですけどねいやもう臨機応変に考えてやってますよ <laughs> 僕あそう、はい、そういえばさあの思い返してみるとはい イトマンのイベントを2人でやったじゃないですか、去年ね、去年、の年末に、あのときに旗にね、ピースフルの、ピースフルの出演者のサインとか、メッセージなんかをそれぞれ書いたじゃないですか、あの時ね、僕、あなた、なんて書いたのかなってちょっと数してたんですよ恥ずかしいですね、それはね。2人、なんていうか、もう立場をわきまえず、センターに書きましたけど。はははいいい いやいいんじゃないですかあなたのその DJ モーリーみたいななんかちょっとおしゃれ風なダサい感じのやつがあるじゃないですか全くでしたね何が今変えたサインとそうですかかっこいい感じでいや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 い感ある感じあなた人の話聞いてますかましていやだからまあそういうことなんだろうなあれがサインだったんだなって今。 思い返してあのー、まあことのほったんは、多分今週初めぐらいだったと思うんですけど、はい、小沢之助君が、はいえー、島袋洋介投手や東山直投手から、写真を一緒に写してたりとか。 誰かからこうサインをもらったりとかっていうエピソード、メールで送ってきてくれたんですよ。うんうん、で、えーまあ、そんなこう東山投手、島袋陽介投手なんかも、うん、ソフトバンクで、えーまあ、一軍での活躍だったりとか、うん、今年こそは活躍してほしいなという願いがあったんです、僕の中にね。はいはいはい、こさの君に写真を撮ったと。うん、で、これも何かの縁だから、もしかすると、小佐のすく君にサインをもらった。 うん、ま,あまずはサインをあ預けたとか、写真を一緒に撮った人は、借りつけてもらって、これがジンクスとなって、今年活躍するんじゃないかという話になったんですよあそういう話になったわけ、はい、ああ、なるほどね。あのもう世間では、このゲスの極み乙とめのあの方は、もう、あの方と関わる人はことごとくなんか、祭壇が降りかかるみたいなニュースが流れてたんですよ、今日。<laughs> すごいピックアップの仕方するなと思ったんですけどね。ものはいいようだなそんな中、もう、こざのすもうやっぱりこの神的なね、ゴッド的なマスコットキャラクターになるんじゃないかなと。なるほど、まあ、言っても小沢之介有名人だからね、みんな知ってるからな、そういう意味ではあやかってもいいでしょ、それで、じゃあ、晴れてる時にサインをね、もらいに来てくださいという話になったんですよ。 あなたから、そうそうそう、小ざのすけに呼びかけたわけ。そう。そして今日晴れてるじゃないですか。来てくれたんですよね。まんまとじゃないですか、それ。で、本人はもうそれよかったわけはい。本人はもうそれでよかったわけ本人だ、小ざのすけ。ええ。このすけの気持ち、僕、分かんないですけど、あの表情見てると、ご満月ですね。いあ、そうですか。いや、僕もあなたの隣に書きましたよ。うん。ちっちゃくね。 サインなんてないからさ、そうですか、もう、もう、カタカナですよ、もう、フルネームですよ。あれ、いいんじゃないカタカナの E に、丸みたいな感じ、いいんじゃない今る今るみたいな。何ややかってなるやし、それ、いいんじゃないですか。まあまあ、それでもいいですけど、まあでも考えないといかんかもしれないね、そういうのはなだから、小園介君を、僕の中では、もう彼と写真を撮る、彼にサインを渡した人は、売れるというね、もう僕の中でも決めたんですよ。 あ最近決決めめたたわけでで最最近近んですよやった飲み会の中でうちの子リスナーさんにそのゴッド的なリスナーさんがいるから、うん、あの皆さんせっかくなのでこの色紙に名前書いてくださいって言って書いてもらったんですよ。<laughs> まあ、というのもあの書道家のガビテン天心さんという方が「あじジラジにも、ね、登場した方が。うんうん 同席してたので、はいえー、この筆跡を見て、その人の性格だったりとかを<ー>あの見てもらおうということで、書いてもらったんですけど、どうせだったら、じゃこれ、小佐のす行きがいいんじゃないかとなって、ああ、もうじゃあ、そういう噂があるんだったら、みんなであやかろうっつう話なん<う>ああ、なるほど、あいいじゃないですか。で、これで色紙に書いた皆さん、それぞれが頑張っていただいて、はい、活躍しようものならば、うん、僕らの力で小佐之助をゴットにできると。<laughs> <laughs> もう、ゴッドのケ的なことになるわけですからもうだから、対応、わりますよ、そうですね本当に、もう僕らも敬語ですよ、小沢の助様になりますから、ややこしいな、そうだから、書いたってことは、僕らにも責任があるってことですね、まあ、そうだね、小ざの助を立てる意味でも、僕らも頑張らないといけないということですな、わかりました。 いや、ええ、もちろんですよ <laughs> そうですかもちろんですよあなた昨日と比べて今日気合い入ってますかちゃん今日ですか、ええ、入ってますよ入ってますはい今 <laughs> い,、まあ、いつものゆるい面しやがってと思ってるんですけども <laughs> <laughs> まあまあまあそれが恥じらじきんよなったな自も言われたな、えー、あのアシスタントのえっ、ー、と偉いみにもはい、はい、ゆるいって言はい、ね、ああそう、うん、まあそれがこの番組のいいところでもあり悪いところでもあるじゃないですか分かんないですけど <laughs> いやそれはトークだったりとか <laughs>、はい、スタンスの問題だと思ったんですけどあなたに限っては表情がゆるいううん、うん、言うからな <laughs> 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 そうな そうだな、番組の話ではないな個人の話ではあるなですからね。そうだね。うん。ただ文句ですからね。<laughs> <laughs> はいということで、はいえー、オープンに長くなる傾向にあるのでここで一曲お届けしていきたいと思います。<laughs> 柳原バーで空を越えて海を越えて。 今日のオープニングは柳原バーのナンバーから空を越えて海を越えてお送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、ソートバンク中野町、オールスターモトクロスイン沖縄2016の提供でお送りします。 さあ、ジクーターラジオ、木梨中央パーカービニュー入り口から生放送となっております、今日の番組のテーマなんですけれども、はいえー、携帯に秘密がありますかほうほうはい。まあこれ人には言えないものを、携帯の中に写真だったりとか、うんえー、LINE の内容だったりとか、うん、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあそうね、その携帯からなんていうか、発覚して、いろいろニュースが。うん にぎわってますからね、今ね。怖いな。LINE とかは大丈夫だけど、Yahoo! の検索履歴を見られるとまずいなっていう人がいるらしいですね。そうっすね。いや、僕は全然大丈夫ですよ。あ大丈夫いや、大丈夫ですよ。ちなみに僕の今のこの携帯の検索の履歴の頭、ちょっと分かんないですけど、全然言えますよ。あ、そうですか。なんでしょうね、見てみます ひどいもんだと思うよ多分いやいやいや、そんな、まあ、そのネットでいろいろ調べ物とかもさ、うん、話のネタ探したりするぐらいのもんで、うん、<laughs> あおっと、<laughs> これ、ちょっと問題があるかもしれませんね <laughs>。いやもう問題あると思うよ。あの僕個人的にではなくて、ラジオ的になあれなんですよ。これちょっとあなた、話してもらいましょうかね。ははははいいい えー、こういうことなんですよ。ああ、そうですか。だからね、なんか人柄を表してますね、これね。えななどういうことですか人柄が表れてるものを検索してるんですね。<笑><笑>おめそんなこと言ったら気になるだろうから <laughs> 聞いてる人がよ。<laughs> 全然人柄表してねえよ。<laughs> どっちかっつったらちょっとワールドワイドな,なんか政治的な話でしょうがよいやーどんなですかねパクリって書いてましたね <laughs> <laughs> そうっすね何をパクリたいのかな一体この人は。<laughs> <laughs> まさかの検索履歴の一番上がパクリ中国っていうから、もう言っちゃったけど <laughs>、まあまあ、そういうなんかネタないかなと思ってな、もうね、最近 LINE が発表したんですよね、第三者からこう情報が漏れるとかのあれでね、うん、発表してましたけども、うんうん、でもこうまた LINE 愛用者からすると、うん、いや、あの手この手で漏洩がありますよみたいな、ね<え>すごい話ですよ。 まあ言っってもいたごっこみたいなもんでしょ、うん、こういうのなんかネットの世界だからさ守る側がいたりそれをなんかこう打破しようとする、ね、ううとやつらがいたりということでそれでどんどんいいものになっていけばいいんだろうけど結果はね、うん、ただそのやり取りってうのは、ねうん、僕らみたいな,なんか普通の人にとってはちょっと怖いよね。 どっっかかで見られれててるかもしれないなーってちょっと心配い一応じゃあ,あの今日のテーマ的にいくと、はい、その秘密はないとあないですないです僕<う>携帯ロックとかも全然してないですから平気で家に携帯忘れていくしこれロックしてる人の気持ちがさは<ん>いや別に何のあれもないよって言うんだけどしてない側僕らからすると なんかちょっとあるよね、やっぱりね。だからね、うん、ただ俺、あの、その、ロックかかってると、解除するときに何、その、番号を押したり、はいはい、しないといけないでしょ、いちいち。あれがめんどくさいのよ。ああ、なるほど。だからまあ、そんなものは別に全然、不要です、僕は。なるほど。あなたもロックしてないんですか僕、ロックしてないです。やり方がわからない。そもそも。そもそも。 もうフリー <laughs> 誰でもあきれるあ,あなたも携帯もフリーってことですか <laughs> ああいいじゃないですか <laughs> はいということで今日の番組のテーマ「携帯に秘密がありますか?」でメッセージをお待ちしていますさあ時計の針は4時17分になりました さあ、赤ちゃんいらっしゃいの時間です。このコーナーはアイレディスクリニックの協力でお送りします。さあ、今日は何の日ということで、今日はも早くも1月の29日ということですね。おお、そうね。なんかこう、毎日カウントカウントで、まあ、日付は紹介してますけれども。うん、はい。ふと、こういうふうに気がつく時があるというか。そうだなー。あもうこんな経ってんだなと。1月は毎度のことながら駆け足だね。うん。あっという間に過ぎるね。うん。本当ね。 うん、もうだいぶこの初めまして的な言葉なんかも、ねはい、少なくなってきててそうですねまあでも、近々こうまた旧正月なんかも、ね、沖縄、迫っておりますけれども、うんはい、今日は旧暦では12月の20日ということですね、うん、2>, まあ2月に入ると旧正月もやってくるというところですがこちら、今日は何の日今日は人口調査記念日となっています。えー これ行こうかな上野動物園にパンダが来園した日となっております、えー、今日の誕生日の皆さんですけれども小野雅俊さん<う>タレントよい子の浜口さん、うん、歌手岡村孝子さんテレサテン<う>宇宙飛行士モーリー守さん、うん そして宝生イさん。美人さんでしたよね。久しぶりに名前聞いたな。出てきたときは、おってなりましたね。なった。なった。なったなったなったアンス並みになった。妖精みたいな。妖精みたいな感じで。ビビアンスは確かになったな。なったよね。宝生イさんに限って、たぶん結婚されてから、引退的な感じにね、なってたと思いますけれども。 なかなかこう似てるような人がいなかったんじゃないですかいやそうね。特になんか沖縄にはいなさそうなちょっとスッキリした顔立ちの女優さんでしたけれども、うん、美人でしたね。まあ今日のお誕生日ということで紹介しました。うん、さあ、このコーナーでは皆さんの身の回りの誕生日の方、これからやってくるお祝い事、仮言があればこのコーナーまでお寄せください。メッセージ、宛先は 761-fmcoza.jp でお待ちしています。 赤ちゃゃんいいらっしゃいこのコーナーはアイレディースクーニックの協力でお送りしましたさあアジクーターラジオ週末金曜日今日の番組のテーマは、えー「携帯に秘密がありますか?」というのが今日の番組のテーマです。はい 小佐之スケくんから、はいよ、えー。ボーリーさん、正貴さん、皆さんこんにちは。こんにちは。ちはサインいただきました。ありがとうございます。うんうん、サイン効果なのかわかりませんが、島袋洋介投手が今年のソートバンクの春季キャンプ一軍スタートらしいです。すで<ー>、えー、に活躍をされている皆さんからのサインなのでウハウハ状態です。今日の放送もファイトですということで。すで <laughs> に活躍されている皆さんからのサインなので。 うんうん、まあ僕らは入ってないんでしょうね一応右派が状態です」「かっこ笑え」って書いてあそう <laughs> まあ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 でもすごいね、うん、そういう意味ではねはいあ,あの「小沢のす効果も多少やっぱり出始めてんじゃないの、うん、そういう意味ではいやもうそうだと思いますよなあ,あう,うんうんうん捉え方としてはさ僕はああじゃあ今年はいけるんだなって思ってますよもうああそうっすか どうですかいや,いやもう僕もそうですよ。そうですか。あなたあれですね、どっちかっていうとプラス思考ですね。ザ・プラス思考だと思いますよ。なあ、<ー>あんまりネガティブなこと言わないよな、そういえばな。あんまり言わないですね。うん。<ー>多分まあ考えてないだけなんでしょう。わ <laughs> かんないですけど <laughs>。 そう言われてみるとそうだな、なんか改めてちょっと思いましたね、あいいじゃないですか。いや、もう気持ちだと思ってますからね。まあ、何やるにもな、そうだな、うん、気持ちでちょっと先に、ああ、だめかもななんつったら、いい仕事もできませんからね、うんうん、それは分かるわ。新しいサインでもじゃあ、考えてくださいね。<laughs> 僕ですか <laughs> 俺はちょっとその辺がアウトプットが下手だわけよ頭の中であるんだけどアウトプットが下手表に出せないタイプなんだ出した時にあちゃってなるあそうまあまあそこら辺もじゃあちょっと頑張っていかんといかんなことしはなどんなですか自分のサインって変えたことないって言ってましたけどないなあの学生時代にね小学校とか中学校とかなんかサインこうだぜみたいな考えたりしてたよしてたのはあるけど もうない今は全然ないですよ、だからさっき、講座のけに書いたもうサインも、あの僕、カタカナですから、うん、カタカナで、イラミの世紀って書いて、後ろにハートマークつけたぐらいですハートマーク <laughs> ええ、<laughs> いやいやいや、だからもう、愛してるよっていうことですよ、<laughs> 分かんないですかあそうです、そうです,そうです,そうです、<ー>もうそれはもう、もう気持ちがもうなんか、ハートマークに出ちゃったんでしょうね。あもう、込み上げてきてしまって。抑えきれない 腹立つつらしやがってへえじゃねえんだよ <laughs> まあいいんだよそういう話は <laughs> いやーでもなんかね地の,のイメージってあるさちょっとこうおこれちょっとかっこいいなって思うサインもあるさあるなーなんかこうただ殴り書きしてるようで、うん、点ってあ,あこれ目だったんだとかわかるあとあとわかるサインってあるさわかるわかるもうその人にしか書けないよねうん だから言ったら僕とかあなたのサインなんて書けるんですよ、誰でも。誰でもけるな確かに最近もちょっと人にお渡しするものがあってその方の名前を表に書いてねお渡ししないといけないっていう場面があったんですけど僕ね字が本当下手でねボールペンで書いたんだけどもうちょっと綺麗に書けんもんかなと思ってなしかも、ああいうもんって一発勝負なことが多いでしょ。 何枚もその「まあのし」だったら「のし」でも何でもいいけど,ど,ど何回も書き直しするようなもんでもないから、うんうん、ちょっとね反省したねマジでペン字習おうかなえそんなにですかいやもう普段さき、まあ、綺麗な字で何か文章を書く,と書くとかっていうことしないもんだから。 もう殴り書きなのよ、もう自分のメモも。それがもう癖ついちゃ,ちゃってんだろうね、へ、えー、寧に。そういうあなたはどうですか、字綺麗のな僕、字綺麗ですねって言われるよ。例えば銀行行ったときとか、役所行ったときに自分の名前、書くさん、この女性のスタッフさんに言われることもあるよ。あ下坊さん、字お綺麗ですね,ですねなんって。って言われるよ。えー、そのときどういうリアクションするんですか まんざらでもないじゃないか <laughs> <laughs> それ女性に言われてるからだろう <laughs> <laughs>。知らんけど書道家のこの我部天心さんがおっしゃってたのがの、はいえー、精神的にちょっとこう、うん、まあ例えば仕事でもいいんですけど、うん、成長したなとか、はい、あ仕事うまくいってるなとか、うん、こう向上してる時の文字っていうのが現れるらしいわけ。字、うん、字に字に うーん何それ、気持ちが乗ってるとか、そういうい話ううでさらにあ、だったら、じゃそういう時だけしか、この現れない、アウトプットされないのかなって思ったんですけど、うんうん、逆で、えー、例えばじゃあ、ちょっとふにゃふにゃってしてる、頼りない字を変えたとするじゃないですか、はい、自分の名前を。はい、よし、ちゃんと書こうと思って、こうちゃんとこう書く練習をして、もう自然にこれができるなったとするじゃないですか。ううん、うん その文字をこういうふうに書,く書けることで、この精神的にちょっとこうわーってこう上がってくるみたいな。はあ、そういうことね、まあ、あの気持ちが乗ってるときはいい字も書けて、気持ちが、まあ、病んでるときは字も汚くなるけど、そ<う>字から解決していけば気持ちもまた盛り上がってくるってことね。そそそそそう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 ははあそういうことがあるわけだで、またあの別の方が言ってたのは、うん、自分の名前っていうのは、うん 小学生とこまで嫌だったけど、この名字がとか名前がとか。分かる分かる。でも、うん、親から最初にもらったプレゼントだから、<laughs> まあそう力があると。あこれはもう、変えられない力があるから、うん、それをきちんと書くっていうことが、 まずは大事なんじゃないかっていう話をしてたわけあまあ他の字はさておき、うん、自分の名前ぐらいは、うん、もう自信持って書けるようになった方がいいとそう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 ,うまあまあそうだろうなでこの方はまあマスターズであの世界一になった方なんですけど、はい、これを毎日書いてるみたい自分の字をへえあそうでマスターズの決勝の時に「うんえー、第一レなんとかなんとか第二レなんとかなんとか」でこの名前呼ばれた時に「うん」 チ緊張してるんですけど、うんうん、この名前呼ばれたときに、いつもこの自分の名前書いてるもんだから、うん、その時に、わっとこうパワーになったらしい。はーあ もう自然と自分の名前が呼ばれることで何つう,うかその、まあ、字だったりなんかそういうイメージがふっと入ってくるわけだうんうん、うん、そう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 へえー、そういう効果があるわけでこの文字の力、うん、名前の力っていうのはすごいよっていうことをこの人はもう体現したわけようんまあさすがその字のプロだね言、うん、うこと違うなあ深かったよ話その意味で言ったらささっきのサインの話戻ったら、はい、自分の名前をもう イラミナ世紀とか義母守光とかもう他の人よりもうまく自分の名前を書けばそれがサインになるかもしれないねそうですねうんあこの綺麗な義母と麗なモな守光はこれもう DJ モーリが書いた字だからそれがサインですみたいなそういう位置づけにできるかもしれないよもう多分よ字ってようん当に人それぞれでよ斜めに書く癖がある人とかで羽 羽を一切使わな,いるな,いるな特徴があって面白いわけ字ん。いいな、あの、まあ、言いっても、あなたと僕、同じ漢字あるじゃないですか。はいはいはい。あれ、だから僕が書いた字、その字と、うん、あなたが書いた字、多分全然違うと思いますよ。えー、分かんないけど、まあ、僕はちょっと字汚いんで、あれですけど、そういうことなんだろう、なるほど特徴が出るんだろう。うん、じゃあ、あとあと、ホワイトボードに。はい 書いてみましょうか書いてですね、どっちの方が力があるのかっていうのを、カメラを見てる皆さんに、うまい下手ではなくて、力がある、力がある、うまい下手ではなくて、じゃあ、この字を見ていただいて、あ今年こいついけんじゃねえかみたいな、そうそう、みなぎってるなみたいな、分かった分かった、分かりました、かといって、利金でもだめですよ、まあもう、今、書いてもいいぐらいそうそうそう、たぶんね、僕、こうなんですよ。 いやもう一回書こうかな <laughs>。まあいいじゃん <laughs>。まあちょっと後でね、またね。もうね、文字をね、赤ペンで書いてる <laughs> まかな,だ,なだって手元にそれしかねえんだもん <laughs>。そうなんですよあ。まあまあ今書いていただいてるわけですね。はい。あ <laughs> <laughs> 本当だ、全然違う。 黒い文字と赤い文字、黒が僕で、赤が皆さんです、ね、全然違う、今、ツイカス切れましたね、そうですか、<laughs> ちょっと再開しますかね、すぐねあ、全然違うな、やっぱあの、さっき、あなたが言ったみたいに跳ねたり止めたりっていうのが出てるね、はい、出てますでしょう、これ、出てるな、<laughs> キモいな、<laughs> いこれ、もう、品じゃないかな、うん、品の問題じゃないかな。何が言い,たいんですか <laughs> <laughs> どっちに対して言いたいんだよ、それ、マジで。青野 <laughs>、えー、軍団さん、はい、チースモーリー、ボクちゃん、<よ>何、ピース振らない2人がピースにサインとメッセージ書いたわけ <laughs>、はいえー、どんな臭いの書いたのかてかさ、今、空港通り信号待ちしていたら、うんえー、ドラマに出てきそうな、ドエロい社長秘書みたいな美人さんがいるさ、お<う>ボディコンに白いジャケット的なものを着た美人さんが渡ってきよったってば、うんうん、沖縄市にこんなのいたんだよということで。<laughs> <laughs> 撮影ですかねいや違うんじゃないですか<う>普通にその方のファッションじゃないですかなるほどだんだその沖縄市にこんなのいたんだよっていう言い方いやるじゃない,ゲー,いゲートにいたのかってことじゃないですか <laughs> あ,、まあ普段見,見られないような方ってこと<う>あまあ、まあ、いやまあ得したじゃないですかまあでもまにいるような <laughs> <え>びっくりするぐらい美人さんっていうああいるいるなんでこっちにっていうの言いますよねうもうなんかね るなんか普通恥ずかしくて、なんか数ミするけど、もうその時ばかりは、いや、もう向こうが僕を見ててもいいです、見ますってもう無敵状態、そうですね、さっきのンの話とちょっと被るかもしれませんけど、何が何がですか、品の問題だからそこじゃねえだよ、なんで品の問題って、マジで。テント頑張ろうかいは お二人の会話を聞いて、はいはい、ヤフーの検索履歴を消去しました。なんで、初めてあじらじって役に立つんだと思いました。<laughs> ありがとうって書いてある。やかましいわ。<laughs> ええー。もうテントさんあたりはやばいと思うよ。履歴。相当ネットサーフィンやろうだと思うよ。あ、ね。うん、あ、もう、そんなもん人に見られたら、もう。マジもう、お前頑張れって感じだと思いますよ。<laughs> 本当に <laughs>。 小沢すけ君、今日のテーマ、携帯に秘密がありますか、<laughs> うん、万が一落としてしまった場合のためにオートロックをかけていますが、特に秘密にしていることはないです。昨年の FM 小沢の忘年会の写真も結構入っていて、えー、自分がサンタクロースの帽子をかぶっているのが少し恥ずかしいくらい。 えー、その写真もフェイスブックとか LINE のタイムラインにアップしているので特に秘密にしているわけでもないです小佐之助の場合はなんかその有名人っていうかねスポーツ選手だったりとかの写真が多いはずね、うん、だから意外とフェイスブックなんか見ててもおって思うことあるもんなまあ自分は釣ってないけれどもいいと思います落としたときにな、うん、触られないようにっていうのはちょっと必要かもしれんね。うん もしねなんかあなたの携帯なんかもし落としてよ、うん、ちょっと悪い人に拾われてなんかいろんなもん買ったりとかさ、うん、なんかそういうのあったらちょっとまずいよな、うん、俺ロックしてるな。 さっきまでのやり方分からんとか言うのどこいったんか無意識にロック解除してんなと思っていつもああそうだったそうだったと癖でか癖でうんそっかそっかまあそうだねそういう意味ではロックしてる人っていうのは普段もうそれやってることだから面倒くさいとかいうそういう概念はないかもしれんなああ僕みたいにやってない人がいざやろうってなるとちょっと面倒くさいなと思うかもしれんけどたまに指紋認証とかもありますよねああ今の携帯なん。 あれ、乳首でもできるらしいぜ。うそ。ほんと。マジでできるらしいんだよ。一応俺、犬でやってみようって言ってから、犬の、このなんていうの肉球。肉球当てたわけ。ブーみたいな感じで。犬いないと開けなくなるだろ、携帯が。どんだけ不便、どんなセキュリティやがそれ。一応、指紋認証するかなと思ってやったんですけど、犬もな。犬の場合は、微毛って。花。花花。 あ、そ,んなのあるのそうそうそう、鼻<ー>でやったけどできなかった。できんやし、<laughs> 人用やし、完全に。あの、軍団さん、はい、携帯に秘密があるか、携帯自体にはロックとかしてないけど、クリップっていう動画とか保存ができるパアプリには、パスワードロックしてるのがいくつかあるよ、毛利も僕ちゃんも動画保存してるだろうということで、もうこれ、完全にもエロの動画ってことですよね。あ、そういういこと多分ねあーやっぱな 動画保存したらおなんか多くなるからな俺も動画はないかもしれんな友達と飲んでて忘年会だらなんだらで友達がふざけて挨拶してるのを冗談半分で撮って、うん、後でグループ LINE に拡散するみたいなそういうのはなんかやるけど保存してるかって言われるとちょっとな。 意外とギガ数かかるからなこれなねえすぐいっぱいになるよねうんなるほどなまあ軍団さんには秘密が多いっていうことなんでしょうねだってこと考えたら結構使いこなしてるってことですよわからないもんこれ今の話だからね何かそのアプリとかもいろいろあってさまあすげえ便利なんだと思うんだけど全然わからんなうんともぶんさんはい DJ モーリアンド世紀こんにちはこんにちは 別に秘密的なのはないけど、うんえー、ただ、ラジオやブログのネタで使うってから、うん、画像をいろいろ拾ってるのを見られたときは、うん、アファーだったな <laughs> エロとかはないけど、あんな小ネタを見られた日にはこっぱつかしいぜ <laughs>、えー。これを受けるからいいけどさ <laughs> ということで、あの、泉弥生さんの、泉さんの、えー、昔のコマーシャルかな、これね。<laughs> いち早く台風情報を知らせという。 ンクリーーニングか何か何のコマーシャルだっ,た、ね、だった気がするないや確かにこんな写真ばっかり保存してたらいや何かって思われるかもしれないな頭の中どうなってるのかと思われるからねしかもやそこリクエストスピッツルナルナって言って流したいけどさあまあネタとしてな、うん、あでもそれはあるなあのー さっき何見られてもって話しましたけど僕は話すネタとか携帯に書いてるんですよ。文章じゃなくて例えば今日天気がめっちゃ変な天気だったなとか変なもの見たとかって言ったら単語単語で携帯にこんな過剰書きで書いておけばそれみたいに思い出すじゃないですかそういうメモ帳はあるんですよそれ見られたらめっちゃ恥ずかしいかもしれない。それはあああるな それはあるなあこの人何者なのかなるもんなななるな<ー>確かに何ねこの人のこの文章みたいになるさ <laughs> あるね、うん、カンダガムが落ちていたって書いてあるみたいなか <laughs> 肝みたいになるでしょ <laughs> だから <laughs> そういうことなんですよ <laughs> 一応僕もこのメモ帳に、はいはい、えーと 毎日ののテーマの候補ていくつかあるわけコンビニでいくら以上なら高いと感じるかとか、花もらって嬉しい、はてなとか、はてなマークやたら使われてるから、まあ質問になるからななってるから、うんうん、これは何なのかなりますよね,ね地自問自答もいいかけにせよって話、ね、人が見たらな、うん、こいつ、自分に花もらって嬉しいとか聞いてるぜ、おいみたいな、<laughs> なんか、本当ね、こいつ時間飲めるよや、それで。<laughs> 見られたくないなそういう意味では青野軍団さん今ふっと思ったんだけど昨日のアジラジは分厚い辞典って感じだったけど今日はフリーペーパーって感じだっメール作成も鼻くじりながら遅れるからね真面目にやれにあそう分厚い辞典んだわこのフリーペーパーすごい表現ですねうまいな昨日のねやらピンは歩く 図書館ですからね。いやー、僕も聞いてましたけど、うんまあ、こんなアジラじゃあるんだなと思いましたよ。うん、いい意味でな。うん、なんか、ちょっと確かに厚みが出たような気がする。厚みが出ましたね、うん。やっぱちゃんと喋る人で週末固めるっていうのはいいね。はい <laughs> <へ>金曜日落とし穴がなっ待ってるよ <laughs> なんでよ <laughs> <laughs> スクラッチ削ったら外れみたいな感じでどっちかっつったら金曜日が一番ラジオラジオしてるんだからな <laughs> あラジオラジオ多分な分かんないけどな他の曜日どんなですかね分かんないですけど、まあ、そこはあんまり言えないけどないや昨日のラジオはね、うん、本当にね、あのー、僕は100パーでも、うん、彼女は2パーぐらいじゃないかなっていうぐらいのあもう出した力としては出した感がありましたね <laughs> 本当にそうねまあそのうち席も変わるんでしょうね <laughs> 僕やびはねもうやらさんがミキサーやってとあもう全然いいですよ <laughs> もうそっち行きたいもん俺は <laughs>、まあ、楽したいだけだろうが本当にあそうえー、こちらアジラジ様宛てということで <laughs>、はい、あんまり考えないというモーリー派。<laughs> セクシー魔人キードのリスナーさん、うん、<laughs> こんちゃ、えー。今日も山里からお家までウォーキングした沖縄モンチッチエビン。沖縄市の山里から小沢十字路近くまでってことでしょうね。うんえー、今日はよ、朝から眉毛に白髪見つけてからテンション下がり気味で仕事行ったさ。<laughs> まだ若いと思ってるんだけど、もう年かね。中身80歳から90歳になったんかね。 して、テーマやしが、携帯に秘密があるかですが、えー、秘密にしときます。え気になるなって教えない。気になったえ 昔、岐阜に出稼ぎたときに、えー、携帯を落としたことがあって、うんえー、死にパニック打ったこともあったな、もんちは記憶力が弱いのでロックとかかけないからあの時は魂を落とすぐらい焦ったよ、うん、でもロックとかかけて開かなくなったらもっとパニックすらず。 えお二人はロックとかかける方ですかちなみに若いと思っていたのにっていう出来事ことかありますかではラジオ最後まで千葉リを。PS 世紀さんまだ夕方だから間違って下ネタトークは展開しないでよ。<laughs> 美人さんをガン見するという世紀さんさすがです。ではまたのということで、はい。ありがとうございます。はい、あ携帯落としたら焦るな。うん。でもあのーまあ、今でこそそんなこともあんまないですけど。はい どっかその飲んでて携帯忘れたとかってなったら、うん、もう気が気でないわけよ、うん、本当にあの店にあるかなとか、うん、どっか別のところに落としてないかなとかね、うん、でまた飲んでるから夜からしかあかんとかあるわけ店がああもうパニックですよであもうごめんなーもう連絡取れなかったんだろうなーつって見たら全然なってない時あるからなやっぱありますね <laughs> あのお知らせだけとかねこんな時に限って迷惑メールはやたらきてるっていう <laughs> のはあるけどなあなたもでも結構物忘れする方ですもんね物忘れしますけど、うん、携帯と財布だけはもうかんなず、あのー、ポケットとかはい、はい、貴重品的なところに入れてますよ定位置があるからなあのー、まな、あ、僕だったら左ポケットに前ポケットに携帯入れてるとか大体、うん、んかあ,あるなっていう騒やさわやして分かるっていうのはあるからねあなたが財布忘れるのは飲みに行く時くらいですよホン <laughs> <laughs> 怖いっすよ <laughs> これ最近の飲み会でも言われたなしばらく言われると思うよ言われましたねはい若いと思ってたのにというのがありますけどまあ眉毛に白髪が発見してええってなったっていうねことですけどいかがですかいや白髪の話で言ったら僕鼻毛に白髪ありますからねあそうですかあるあるあるやっぱもう出てきてんのよだからもう最近頻繁に切るようにしてるあそう鼻毛黒いからさ多少あってもうん 鼻の穴だから目立たんさ、白髪って目立つ気がしてね。あー黒の中の白だから。そうそう、中にいても。はいはい。まあ、それ自分だけかもわかんないんだけど。だけど、そこはちょっとやっぱ気使うようにしてる。なんかあの、もみあげに増えてきたやつさ。あーもうよっサイドな。あーどうかな。俺も多分あるだろうな。家系的どんなですか。いや、うち白髪家系では全然ないのよ。あの、なんつうか。もう真っ白の人もいないし。うん。 あのもうポツポツぐらいのものでただ本当に僕の場合はあなた白髪本当になんうかなる資格があるのかっつう話はあるけどね白髪になる資格があるのかうんうん、うんうん、白髪になるその毛が本当に将来あるのかっていう話もあるけどねそういうことねうんあの久しぶりにあなた本当に天然だ,んだなと思いました僕は <laughs> <laughs> なんでそこまで俺の口から説明しないといけないかっつう話よ今あの <laughs> <laughs> あーはあじゃねえよ。<laughs> 次いや、次ないからね。ないば <laughs> ないんかいあ、そう <laughs> いや、でもやっぱりよ、うん、あのー、まあ、違うラジオでも言ってましたけど、はい、たまーに誰かが撮った写真に自分が写っていて、うんうん、その写真見たときに、うん、ちょっと待って、これ俺かって。 ってかる分かるふけ込んでるというかこんな顔してないぜ絶対って思うんだけど分かるなんかこう油断した顔っていうんですか信号待ちでつるばってるとかあるなトゥってる時の表情とかね少人数の飲み会ではそんなことないけどどっかのんとかの二次会とかホールとかでバーってみんなで飲んでて誰かがうわーって撮ってる写真のずっと向こうに俺がずっとコップを見つめてる俺がいるとかいやアクニアヌーソーガみたいなる全然誰と そんな時の表情はさあの自分でも見ることないじゃないこれは嫌だな<ー>それこそロックしたいな <laughs> マジでだからこれあれですよやっぱり若さをねうん、うん、できるだけ逆行年に、ね、逆行するっていうことをしないとまあなやらないと普段からああちょっとなんかもがかんとなもがいていかんとなわ、うん、かるな で最近もあのこう飲み会があったとき話になったんですけど、うん、はい、アンチエイジングの話になったわけ。この若く保つ、だって若返りだったりとかで。聞いた話によると、前頭葉をあの刺激したらいいみたいなわけ。うん、あまあ、その頭の。頭の,このおでこの上の部分っていうんですかね。うんうん、はいはいはい。で、これはあのワクワクだったりとか、新しいことに挑戦したときに刺激されるみたい。 あ前頭葉が前頭葉が <laughs> そうなんだそうするとこの肌とかも含めてあの <laughs> 若は <laughs> はあ,、はあ、あ前頭葉ってそのじゃあまあ頭のそのてっぺんとかにあるのかなうん、うんうんああ あじゃあもう僕の場合は本当に前頭葉の刺激が足りないという話 <laughs> おいいや、逆に前頭刺激しまくってるんじゃん。<laughs> 何が、あ、もう耐えきれない、馬鹿野郎。<laughs> そういう話してんじゃないんだよ、だから。<laughs> 何、何が活性化かや。<laughs> いいんだよ、そういう話、マジで。いや、だから、うん、あのー、年を重ねていくと、はい、もういいんじゃないこんな感じで、みたいな。 どっかでこの確信確信というかぬるま湯から抜け出そう抜け出そうっていう感覚を冒険はしなくなると4050になっていくやでもなんかそれちょっと分かるなまあ年取っても新しいことにチャレンジするとか仕事をバリバリ頑張って目標を持ってるとかっていう人ってちょっと若く見えるもんね若い。 見た目的なところもそうだし発言だったり行動だったりもねそんなことやってるんですかみたいな人いっぱいいるもんな周りになこれはちょっと見習っていかんというかよくなの先輩なんかも40代なんですけどめっちゃ若くて服装とファッションなんかも俺たちより若いんじゃないかっていうぐらいのパターンを持ってるからそういう人いるよなだかるな。 この普段選ばないような色選んでること自体、も新しいこと、挑戦してることだから、どんどんこの前頭葉がこう活性化されて僕らもいつも同じカーディガンつけてる場合じゃないっつう話ですよ。<laughs> いやびっくりだな、うん、俺が水色のとき、あなた、ワインレッドですよね。カーーデディィガンンンンズっていう名前つインディアンハイアハのナンバーから空の青 さあということで、委員会の曲ですね、うんえー、空の青という曲をお送りしました、えー、高校野球なんですけど、はい、あの実は春の選抜のですの、ねえー、出場32校が決定したということなんですけども、うん、21世紀枠で、えー、出場が期待されていた矢山高校江、うんまあ、選ばれずあそうかということで、今日のヤフーニュースの速報として、えー、紹介されております。 ってことはもうちょっと沖縄のチームは今回、うん、とということですね九州は4校、熊本の秀岳館、はい、長崎の開成、鹿児島の鹿児島実業、宮崎の日南学園、うん、21世紀枠は岩手の釜石、香川の小豆島、うん、兵庫の永田となっております。 ラジオネーム青の軍団さんから、はい、えぇ、ー、シャメで思い出したんだけどさ、うん、自分の頭のてっぺんで見たことないさ。あ、ないね。えぇ、ー、シャメで撮ってみてみてごらん。デイジ残念だぜ、ということマジな。この上にこうかざして。うわー怖いなぁ。しゃですね。俺も含めて、モエシンカーが髪の毛が過疎地でよ。えぇ、ー、うん、取り比べしたわけさ、ショックだったさ。つうかよ、残念方面どうなったばということで。<laughs> <laughs> そエアコン見たくないな何してるんですかいやいや、あのー、<laughs> 撮ったことあるなと思ってあそうなのあるあるあるうわでもなんかそ、あのー、知ってて,や,ってるやらなかったわけじゃなくて、うん、そういう行為があ,あるんだって思った今あ新しい発見そう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 ,そう<お>自分の体の一部を写真で撮って見るっていうのね、うん まあ言ってもまあ男性の場合は特にその髪の毛のことなんてさ、はい、普段気にしないけど言われたらえっってなるわけじゃないですか。うん、<れ>でもあると思うよ,よ。世の中と一緒で知らないこともあっていいと思うよ。おお<う>。ほに思うやつさ。<laughs> まあな、そうな。全が全部ペローンじゃなくていいと思う。あ確かにな。うん あのー、それは分かるわ、な、うんあ何でも知ってて得することばっかりじゃないからな。じゃないでしょ、やっぱり、あなたのこう履歴がパクリっていうのが先頭に来たとしても、そこはなんか知らなければよかったなって思うわけですよ <laughs> なんでそれまた言っちゃうわけ、<laughs> <laughs> オープニングのくだり、ぶり返さなくていいんだよ、<laughs> 俺も忘れてたんだから、それあ、そうですか、うん、いやー、でも気になってたらな、ちょっと取っちゃうよね、うん、やっぱりね。 まあ,なあ人のものはき目につくんだけどね、うん、いざ自分のこととなるとな、うん、ちょっとなあだからあの言ってもなんですけどあんまり僕写真撮られたくないんですよあそうなのうんうなんか自分で自分見るの嫌くない別にあそうでもない、うん、あそうなんかね苦手なんだよなあじゃあ全体の写真があるとするさ、うん、一番最初に誰見る あ全体の写真全体の写真それは自分探すかも。でしょああ、うん,うん、うん。いやいや、まあ、それは気にするさ。あ,あのもしさ、だからさっきも言ったけど、俺だけなんか変な、ぼーっとしてたら嫌だな、どんな笑顔で写ってるかな、俺とか見るよ。ああ、ちょっとミスを探す的な。おかしくないかなつって、まあそれ、それからも順番通りですけど。だそこでもう、自分から見なかったら、うんうん、ああ、もう重症やっさって思うからね。うんまあ、それはな、うん、<laughs> キモいよな <laughs>。 <laughs> 自分見る方、まあでも自分見る方が正解だと思うな、絶対な。か自分に関心ないとな、ああ、まあ、それそうだわ、<う> <laughs> 集合写真とか撮って、自分、後から見るよとかいうやつ、絶対いないだろ、いないよな、<う>まず見るよな、<う>まあ目につく先生とか、<う>あの先生の隣で中央にいる人とか<あ>あ、それはまあまあ見るかもしれないけど、自然と目に入るのはするけど、<う>探してみるってなったら、自分になるんじゃない探すよねやっぱりな <laughs> そりゃそうだけどな自撮りとかもしないからさああなるほどんかこうね最近よく「ウェイ」ってやるでしょみんな自撮り棒的なもんがあるでしょあんなこともやらないもんだから多分ね自分の写真って携帯に入ってるとは思うけどあんまないのよだからんかちょっとなと思ってねじゃこの自撮りをしないっていうのブラジオとかしょっちゅう聞くもんだからだいぶ自制したよね 抑えたよね何がですか俺やってるなと思っていやじゃあ誰かといと時よいいんだよいいんだよ自撮りしても別に誰かといる時にハイチーズ的な感じでカメラこっちに向けてやる自撮りってことですよああそういうことねだからみんなで撮りたいけど撮ってくれる人がいないとかねそういうシチュエーションいろいろあるからなんかアイドルがよく斜めのこの角度が自分可愛いからとかで あんなのはないよさすがに男であったらキモいと思うんだけど <laughs> でもあれだよなみんなその自撮りする時き、はい、斜め上から撮るよな <laughs> 分から,からんけど分かってんじゃないですか何やかんや言ってもあれ何なんだろうないや分かってるんだと思いますよ <laughs> 分かってるんだろうな、うん、<laughs> ウケるなさあということで、えーはい、ラジオネームトマぶさんから先ほどの話題の中で カーディガンズという話題が出ましたので <laughs>、えー、カーディガンズのナンバーでカーニバル <laughs>、はい、こ名曲ですけどねそうなんだよなあの話のくだりのあとだとちょっと笑っちゃうという <laughs>、はい、迷うけどな <laughs> <laughs> さあということで「えー、アジクルターラジオ4時台」はこの辺でエンディングの時間ですこの放送は「お母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニックソフトバンク中野町オールスターモトクロスイン沖縄2016の提供でお送りしました Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1, coming up next on Ajiraji. さあ、時刻は5時を回りました。沖縄市観光情報発信コーナー、コザソースの時間です。毎週金曜日、エイサー屋の方から、たけすさんでーす。こんにちは。びっくり。何ですか前平です。あ、ごめんなさい。<laughs> は何言ってんのかなと思って。<laughs> <laughs> まさかそこ間違えるとはびっくり前平健さんでございますはいよろしくお願いしますもうね久しぶりすぎてしさん何年の付き合いやがってお話そうだよね久しぶりだそれはしょうがないって言えなかったごめんも言えないですよねそういうそういう歴史じゃないんだよ一つだけ言い訳していいですか一つだけ僕最近前城さんと前城さんという方としょっちゅう行動共にしててああそれかなそうだねそれだね一つだけ言うとしたら完全にいいわけですよね 何も取り返せないです僕あの名前間違えられるのは何とも思わない人なので。あ本当ですか。はい。っていうかもう小さい時から名前はよく間違えられてきたので、それこそ前平前白。うんうんう似た名前があるとちょっと間違えられやすいっすよね。あとまあ漢字も二文字で前平だったり、竹氏なんだけど二文字の竹氏で、あの武士の新。そう武氏の氏が志になってたり、あと一文字の豪だけになったりとか。 なので自分のそれに対するあれで何とも思わないのであ、じゃ年賀状なんかも別に間違ってでも大丈夫ですか大丈夫ですよ僕大丈夫でした大丈夫です、あ、そう年賀状ありがとうございます大丈夫ですね大丈夫です、大丈夫ですなので逆に人に対してもそんなになんでそんな名前間違えらてただけで怒るんだろうと思ってしまうけどそれでもいけないんだよね、多分ね名前はね、大切ですよねこれはもう環境ですからねそうそう、自分が別に何とも思わないからうん 人にも間違えてしまうというねダメなあれはありますけどあ〜あ、ダメですね良かったですね広い心の人で良かったですあなたフォロー下手なんですよね前々から言おうと思ってたんですけどここに来てのそういうボケがあるのかなと思ってびっくりしましたさすがですね想像してなかったですね本当に一瞬だけどあれちょっと違う空気やつたと思ったわけ俺震えたもんマジでこれ何言い出してるのかと さあ本題に入っていきましょう。はいはい、はいはい、えー、エーサーやということで、あのー、エーサー検定がまあ、実は先週ありまして、うん、そうでしたね。えーまあ、エーサーやの近くのあのちょっとしたこうまあ、テナントの方でね、はいはい。試験会場を特設会場でね、移しました、はい、やりましたけど、はい、僕本当にあのー、あの寒さだから産業祭中止になったじゃないですか。うん、うんうん。あ試験もないんだなと思ってたんですよ。ああまあね。 まあでもそれに似て合わされてる方もいらっしゃるかなと思い、うん、ましたし試験自体は屋内なので産業祭りはあの風がね、はい、やっぱりどうしても強くて、うん、なかなか危険だということで、えー、中止になってしまったんですけども、まあ試験はどうにかできるかなということで、うんまあね、場所を変えてやりましたけども、うん、一瞬、ほっとしたんですよんでんで産業祭り中止ってなってああ、なるほどね。あ じゃあエーサー検定もないんだなってほっとしてしばらく開催するよってメールが来てぎくってなりましたねそうだのはいそれはもうヌガ荒さんよちょうど前の日の夜 <laughs> 一緒だったんですよあのーーたまたま、はい、はいはいはいあのあるらしいって言ってましたからね、うん、<laughs> 途中で <laughs> なんかとなんかね余裕ぶっこいったんですよよわかんないなそうなんだ にあるらしいその余裕も意味が分からないですけどね、伸びたからって何よっていう方も多分、ウォーリー自身、伸びたからって特にね特段、何か特別なことしそうな気配はしないので追加で勉強するわけでもないですしないだろうなと思うしね。いやー、でもね、無事テスト始まりまして、かったね寒かったですけど。 やっぱ難しかかっったでですすねそうやぱり選択肢じゃないからね、やっぱりこう、論述もあるし、そういう言葉をね、ちゃんと思い出して書かないといけないっていうね、なかなかやっぱり難しいと思いますけども。なんか選択問題があって、特地青年会は次のうち、どこの地区の青年会でしょうかみたいな。地域ね、その地域の。ははいい 青年会、ここはどこの地域のですかみたいな書いてあるわけ、はあ、聞いたことないよと思いながら、でも、潰す方法というか、消去法で、これは分かるぞっていうものを埋めていって、あと自分の中に択にして選んでいったら、みたいな。ん それが結果ねどうなっているか、僕もまだ分からないので、うんうん、あのおいおい来ると思いますので、結果発表いつですかこれいつなんでしょうかね、もうおそらく採点とかは進んでるんでしょうかね、うんうん、まああの、えー、来週中にははい何かしらのこう郵送が届くんではないかと思いますので、発想をもって発表と変えさせていただきたいと思います。はいはい ギウ方になる日も近いようです。かもしれないですね。僕の今回の目標は一番最高点で落ちることですからメンバーの中でじゃあメンバーの中で落ちた人の中で一番になりたいとはい前回は落ちた人の中で最下位でしたから。 結局落ちてんじゃねえか <laughs>、うん、っつう話なんだけどそうだねって言えない言えないですよね,ね <laughs> 応援できないんだよな全然 <laughs> なんだろうね <laughs> このいやでも <laughs> 本当に普段僕らが見てるエイーサーとはもう一勉強しないとないそうなんですよねか問題ばっっりだたもちろんあのあ沖,沖縄のそのエイサーもそうなんですけども 県外のね、うん、エイサーの団体とか県外でやってるエイサーのイベント名だったりとかまあもちろん、んね、いつ始まったっていう,こう年号だったりだとか、うん、まあ,あとは創作系の問題もありますし、うん、もう多岐にわたってあるので、うん、なかなかね、うん、難しいと思いますけどでも何度もやれば多分大丈夫と思いますので、はい、まあ今回がどうなっているかまだ分かりませんが。うんはい まあね、森はゆくゆく禅と餌祭りの最終日のね、うん、あー司会の席を多分ね狙ってる、ね、狙ってると思いますのでいやもうこれやっぱ上方ぐらいなってもらってそうですよね堂々とやっぱり司会をこなしていただきたいそうですよまあそういう風うに僕もはいますあもしかしたらいらみら席がなってるかもしれないけどね確かにねあもう僕はもうかけて本当に 見てる側で頑張りたいと思います。あ、<laughs> そうなん。なの面倒くさいな, <laughs> <laughs> な。いつの間にかそう正規火曜日、あ、金曜日の。あ、そうなんですよ。んんすね、そうなんですよんです、ね、どんどん追いやられていっても、<laughs> はい、はもう、でも、楽しく。 そのうち土曜日になるんじゃないですか。やってねえだろ。番組をサンデーニュースステーションみたいな感じ。それは土曜日だっつってんじゃないですか。だから三で、あら日曜日まで追やられニュースステーションです。あ、佐田です。なるほどね。佐田です。外で、あら外で、もういいです。もういいでえ、今日タケス何しに来たんですか。あ、今日はですね。そんな聞き方あるか。あの待ちに待った。 おそらくこの放送を聞いていらっしゃる120万人の方が心待ちにしているであろう出たよ、モーリー裁判が今日あると聞いてきたんですけどそうじゃないですか本人にはまだちょっと伝えきれてなかったんですけどモーリー裁判やります。あ、や、も ごめんなさい,なさい今のとのただの,この行き渡りばったりでごめんなさいあの実は、ですね、はい、これは全く違うんですけども産業祭りで餌検定もそうなんですけども飼料展も餌開館準備室として、うん、え開催予定だったんですが、はい、これはちょっと、あのー、中止になって、うん、えできなかったのでちょっとこう日を改めてどっかでやろうということで2月の7日、はい、日曜日ですね えー、ミュージックタウンの1階の方でエイサーの資料パネル展ですね<お>、えー、を開催しますのでぜひ足を運んでいただきたいなと思いますでその時はですねあの全東エイサー祭りの,のフォトコンテストの写真も、うんえー、もしかしたら、あのー、入賞作品ですねも展示できるかなと思いますので、うんあのー、ぜひ。 合わせてお越しいただきたいなと思いますし、で当日はあの音楽広場の方ではクラフトビアフェスタかな。クラフトビアフェスタ。はい、あのー、県外ま沖縄市のこれ C.M. も入るんですか。大丈夫ですか。大丈,大丈夫です。あ,あのー、県外も含め沖縄市の地ビールはコザビールがありますけども、うん、ねあのー、爆酒工房爆酒工房のはい、はいえー、沖縄市をはじめ県外のそういった地ビールが集まるんですね。 ビアフェスタなるるほど音楽広場で2月の7日日曜日うん、うん、それもやってますしそのお1階にあるう会場ではその資料展もやりますのでうん、うん、合わせてビール飲みながらぜひ資料展も楽しんでいただけたらなと思いますので、うん、よろしくお願いしますということでこれちょっと2月7日のイベントは結構有名なイベントというか。 あのビール好きはちょっと嬉しいイベントですね多分今回が初めてのイベントになるのかなと思いますけどもその爆臭工房のひいこが一生懸命ポスター配ってましたあのとても楽しみなイベントでもありますしそれに合わせて資料展もやりますのでぜひ来てくださいで、多分つまみなんかも普通にね美味しいもの出てくると思いますからあるかもね何だけの地ビールを一度に飲むっていうのも多分なかなかできないんじゃない普だんではね それも楽しみですのでぜひ皆さん2月7日は資料展もありますのでミュージックタウン音楽広場の方にお越しくださいお待ちしてますはいということで、はい、今年初登場でした、はい、あもう終わりいきますかかなんかもうねいやたけしさんのさ携帯事情をちょっと聞いてみようよおーななるるほどなるほど今日の番組のテーマが「はい、携帯に秘密がありますか?」ということなんですけどははははいはいはい、はいどうですか 携帯中にとてこっちにあーもうありますよもちろん。あるんだありますよ、ありますよありますかありますよ携帯ロックされてます普段あの、指紋認証やってますよあやってるんですかはいあの、ちなみに、なんかあのインターネットの検索の履歴の一番上って見せれるもんですかうーん、うーん、うーん昨日今日は見せれないかもしれないですね <laughs> じゃあ、七日間で振り返ればもうやばいな。<laughs> まあ、そうかもしれない。<laughs> まあ、できるだけこまめに消すようにはしてますけども。<laughs> そういう作業は怠らないわけです。ねそうあのー、コンビニ、昨日コンビニの方で。はい、コンビニ今ワイファイ飛んでるじゃないですか。そのワイファイを使って、はい。 あのー、ちょっといかがわしいもの見れるのかなと思ってやったら、うわ、見事に見れなかったです。です,、ね、すごい、ああ、よくね。こんな、ま、フリーワイファイで、そうだから。あ,かあ、そうなんだ。この<ー>フリーワイファイで、ためそうしたんだ。はい、あ、僕はだから、ファミ、ファミマの。 本当ね、謝ってください、ファミマに。<laughs> <laughs> コンビニで何やろうとしてるんですか、本当に。まあまあ、見れるんだろうかと、試しにね。小回りも、意識しながら、<laughs> 警戒しながら、してやったら、ああ、パァマ見れないんだと思って。いなあ、ね、なんだと思ってね。<laughs> 何がなあ、私。<laughs> それぐらいです。<laughs> あですまあ、ネットはね、さすがに、こう、まあ。 パパパって無意識に検索したりとかいろいろあるからあとあと自分で振り返ってみてもこれ見てたのってあるさやっぱりそれはあるな分んかそうねなかなか厳しいね見せるのはねこれからね奥さん的なとつが見つかった時にこうつつかれないようにね今一緒ねこうガード予防ガードっていうかね一緒に楽しめればいいなと思ってますけど一緒に楽しめればはい <laughs> <laughs> ごめんなさい、話が変なごめんなさいすみませんということで、はい、A さんの方から、前平たけしさんでした。 さあ、アジくうたラジオ、時刻は5時15分になっています。今日の番組のテーマ、携帯に秘密がありますかというテーマでやっております。まあ、あの、アドレス帳に、うん、えー、サトさとこって書いてるけど、はい、実はこう、さとるとかね。はい、まあ、あの、ああなんていうのあれさ、対あの、偽名でな。偽名でとか、登録してるとかね。ないですよ、僕は。<laughs> <laughs> ない,っすよいやあのー、マイケル富岡さんなんかがね、10股とかっていう噂があるさああ、うん、なんかテレビでね、ねよくそういう話になりますけど、だからもうあれはもうあれで、ああいうキャラなんだろうなと思いながら見てるんですけど、まあ、プロなんじゃないですかね、うん、だから公表してんのかなって思うんですけど、まあね、まあ、まあ、あれぐらいなんかかっこよくてモテるあのおじ様だったらいいんじゃないのよくはないけど、まあいいんじゃないの世間的に。うん そういういキャラなんですからでもなそのアドレス帳にさ、まあ、今でこそフェイスブックだったり、まあ、LINE だったり、うん、なんか電話番号を知らなくても繋がれるじゃん人とだから改めてその電話番号をアドレス帳に入力するっていうことあんまりなくなってきたなと思って、ね、なくなってきたな確かにねだからもうそれ言ったらなおかつさあの電話をかける相手ってもう決まってきてるもんだからうん アドレス帳も見直さないし、え、あれ、この人の番号の、載ってなかったんだとかっていうことが、意外と多くてね、あの全然、アドレス帳に、なんつうか、このごまかして、嘘ついてまで何かを登録するっていうことは、もう全然、ないっすよ。多分なあんまり少ないんじゃない逆に、そのフェイスブックだったり、LINE だったりつながってても、ああ、これ、別に、ただこ、あれあ,のなあもうだめだけど、<laughs> <laughs> もうこの時点でやばいけど <laughs> な、なんかうまく言えんじゃないの まあそうでよな番号は知ってなくても <laughs>、うん、LINE は知ってるとかっていう人、多いもんなやり取りとしてねできるっつうのはあるんでしょうけどな。さあ、ジャビオさんから、はいえー、森シェキ、<laughs> ダンキンドーナツ、犬に噛まれてな、チュンドというフレーズが頭の中をリフレインしているあじジじジリスナーの皆さん、こんにちは今からすりおや <laughs> <laughs>、忘れてた、ね、スマホの中見られて困ること。 えー、沢尻エリカだな。何のことか分からんば、シェイキ沢尻エリカといえば、別にいいだろう。えー、スマホの中見られても何ともないよ。例えば、検索履歴の最初に来るのは、元、 NHK 沖縄、やらあゆみ、2>, <ー>2番目は元フリーアナウンサー、屋良あゆみ、<laughs> 3番目は竹中友香になっているけど、発表しない方がよかったな <laughs> あモーリーの携帯の待ち受けのシェイキー・ジュニアの画像は、モーリーのフェイスブックでアップしないのかな、<laughs> 先週から待ってるんだけどねということで、はいあ、ありがとうございます、えー。別にのことを沢尻エリカって言うかよ。<laughs> <laughs> 斬新すぎるよや、や <laughs> そのことも、ダンキンドーナツばりに忘れてたしな、<laughs> これ、いまだにディフレインしてたら、ちょっとやばいよな、やばいやばいやばい、あ,<ー>あそう、あの、まあ、日のね、あじらじを聞いていただいてる方々は、確かに、やらさんのお名前を、検索履歴っていう方も多いかもしれないですね、はい、あそういうことね、うん,う,んうん。あいや、でもやっぱり、ニュース見てたよとか、うん、しっかり聞いてましたよとかね。はい 隠れファンがたくさんいましたねああそうああいいなあんか楽しいねいやでもそう考えたらあじらじのさアシスタントさなんか随分変わったね変わったねうんえっと月曜日はあのおしゃべり姉ちゃんでしょおしゃべりえっとさっきおばさんさっきおばさん怒られてしまいましたで火曜日はあのお菓子大好きっ子でしょそう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  水曜日はお笑い芸人でしょ。のお笑い芸人でしょ。わがままボディーね。わがままボディーと木曜日はやらっちでしょやらっちやらびんやらびん。でしょで金曜日僕じゃないですか。まあなんかそれぞれキャラ違っていいね。そうですね。多分ね。いい番組になりましたね。 金曜日もこのままいくと僕じゃなくなる日も近いんじゃないかと思ってるんですけどはいいやいやあの女性がやっぱいいなと思うんですよあ,あなるほど一応一応ねあと入れるとしたらどうかなどういうキャラの女性がいいのかねリポーターがいいんじゃないリポーターあ,あリポーターな逆に喋らない超美人なモデルさんとかどうあガーシスさんとうん、うん、俺何するの一応話を振るわけ <laughs> そうそうそう,そうで何も返ってこない微笑むっていう <laughs> <laughs> あそれを聞いて楽しみラジオ聞いてる人は映像、あ音声は聞いていただいてうん、うんで、目はユーストで楽しむみたいな。また微笑んでるってなるんじゃん。だ <laughs> めだな、<laughs> ラジオだからな。<laughs> あま、いやでも、うんうん、有名にはなるんじゃないですか。まあね、結果あ、あなた一人一人喋りになりますけどね。じゃあ、うん、俺、ずっと無視されるってことだよね。いや、でも、微笑んでくれるから。うん それだけでも,でも何も返してくれないんでしょうんうんうんただけ微笑むだけ全然真面目な話してる時も微笑むだけずっと微笑んでる手応えないですよね多分俺多分もう休業するそんな精神的なダメージを受けたらマジでそうだラジオだからね一応ねモーリー正紀リスナーさんこんち首、はい、携帯には秘密し,秘密しかないないある いいやないな、えー、正規は秘密しかなさそう、えー、金から夜間で混んでるみたいだからコーヒーブレイク<え>、えー、リクエストお日の目う子のコーヒールンバよろしくということでいただきましたあ,ありがとうございます、はいうん、どうなんだろうねあのーま、男性はさ、うんま、携帯に秘密があるとしたら、うん、僕はないですけどあるとしたらねあるとしたらよはい、はい、例えば、まあ、検索履歴でエロ動画的なね、うん まあ、あこれはよ、全然、うんあの、秘密だと思ってないよいや、どんな心の強さやか、そこ、気遣えや、町で。どうぞどうぞって感じ。何がどうぞどうぞか,かも,もう、かめ,かめへんかめへん,かめへんって感じもう、言う <laughs> ん,かめへんだったら、あそう全然平気っまあまあ、そういう方もいらっしゃるって、もうまあ、なんか多少気遣った方がいいんじゃないのわかんないけど、そうなんですか 旦那彼氏がエロ動画ばっかり見てたらいやもう閲覧だよ <laughs> それだったらもう引くよさすがに何やってんのあんたってなるよ <laughs> 休憩時間にいやあのジャンルよとか言わ,れ <laughs> <laughs> 言われるかもしれんやし手ごわいなそんな人がいたらな、まあまあまあ、逆にそういう人なら大丈夫かもしれんけどな、うんまあ、あるとしたらまあそういうことになってくると思うわけ、うん、女性の場合は何なんだろうね 検索逆にあれじゃないゴシップ系とかじゃないあ占いとかなとかちょっと噂話的な恋愛的なとかあそういうことかでもそれが秘密になるかと言われるとならんよな別にいいじゃんさっきのこのメモ書きみたいなポエム的なものが自分の日記的なものが見られた絵とかするとそれはちょっとってなるさやっぱりああそれは恥ずかしいな 今日誰々とおしゃべりしましたイエスみたいな <laughs> そういうこと変えなんかイエスってなるよな、ね、<laughs> なるなるなるあーーそういうことねまあでもそういう意味では別に、ね、女性に秘密事があっても僕は全然構わないですけどねあれじゃない表面的なものはもう OK なんだけど、うんはい、内面的な部分を誰にも知られてない部分を見られるとちょっとやっぱ嫌なんじゃないですかああまあそうだな、うん <laughs> まあぶっちゃけ俺携帯にポエム書いてるやつ嫌だけどな <laughs> そもそもチャッキーさんチャッキー与那嶺さん <はい S 2> えーモーリーさんセイキさんリスナーの皆さんこんにちは今日のテーマ携帯に秘密がありますか、えー、自分は多分ないですね携帯にロックもしていません,<う>んちなみに奥さんが機械音痴だからだいぶ助かっていますうんうんところで DVD からに行くんですが最近のおすすめありますか レッドファミリーという DVD 見たけど、面白かったよ、よかったら見てください。ということで、はいうん。おすすめね、レッドファミリーね、ちょっと聞いたことないですけど。あれなのかな、普通の映画なのかな、あのシリーズもんとかじゃなくて。ああ、最近ね、あのー、外国のドラマみたいなやつね、あるからね、ねいや全然分かんないっすな。おすすめの DVD ね。うん。があ,あの 女を愛する男ああ、アンディ・ガルシアだろ。男が女を愛するときな。泣けるんでしょ。死になくあれ。女が男を愛するとき。男が女を愛するとき。ああ、じゃあこれタイトルを借りていただいて。ああ、もう絶対もう号泣ですよ。あ、そうですか。ええ。いい映画です。フェ、マイフェイバリットムービー、ムーなんでムービー出てこなかったんだなんか今あれみたい。あのテッド。あうん。テッドツー。はいはい。アントマン。 ちっちゃいヒーロー、ちっちゃいヒーロー、超ちっちゃいヒーロー、だってミッションインポッシブルとか、もう出てる、出てる、あそう、そう早くないへーあでも、おすすめはプレデターとかですよ、あんなの見たら止まらんの分かる、何回も見てるのに、プレデター1とか、<laughs> 日曜日の昼とかやられた日には、俺、最後まで見ちゃうね <laughs>。 面白いなわかるなわからないかな意外と怖いし面白いんだよな結果知ってるのにな見ちゃうなラジオネームシューターさんはいはイはい DJ モーリー正紀お疲れっすお疲れっすシューターだよ秘密なしということでいただきましたはいんかあれだなさっぱりしてるなあシューターだ秘密なしドゥーみたいな感じですか <laughs> でもなどこまでが秘密かっつうのもあるからねうん、うん、まああなたみたいにそんなもんエロ動画なんて俺は見てるけど秘密じゃないぜっていう人もいらっしゃれば <laughs> あの文書にしてもらうと恥ずかしいんですけどだからまあどこからがその個人の秘密になるかっつう話なんですよああなるほどね、うん、まあ悪いことはねそれはいけないですけどもね、うん、楽しみ程度で秘密にしておくぐらいはまあまあいいんじゃないの別にねまあでも言えば 思考が分かるってことですよねまあな携帯を見たらね。さあリクエスト曲いきましょうこれはですねシューターさんリクエストということでパーシャクラブのナンバーで「海の彼方お送りします。うう ラジオネームシューターさん曲のリクエストはパーシャクラブ日本トランスオーシャン航空の企業 CM ということで海の彼方をお送りしました時刻は5時30分になります地域密着道路交通情報の時間です 地域密着道路交通情報の時間です。沖縄市内の一般道渋滞情報ですが、今のところ沖縄市内329号線や330付近、渋滞の情報は届いておりません。FM 小座スタジオ前、パーカーベニューから見える国道330、えー、小座方面から小屋向けで若干混雑していますが、信号青に変われば順調に流れてくれています。 小屋方面から小座十字路向けも今のところスムーズに流れています。さあ天気の情報いきましょう。今日のこの後はちょっとですね、まあ、今の天気と打って変わって雨の予報が出ています。えー、夜遅く雨、ところにより夜は雷を伴うでしょう。波の高さ2メートルとなっています。降水確率50%ということです。 まあ今日最高気温25度なんですけれどもまたこういった感じで気温が昨日からねまたぐぐっと上がってきていますが明日た、曲がるのかなと思っていたら明日は最低気温が18度最高気温が19度ということでまあ一昨日と同じぐらいの気温になるんじゃないかということなんですねただ、明日一日雨の予報が出ております。北の風強強くく後やや強く雨 ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。はい、ということで、きょうの前は日付から明日の日付にかけても大雨が予想されるということですね。うん、まあこれからお出かけの方、えー、これから帰宅される皆さんもです、ねまあ、戸締まりも含めて、えー、窓の開け閉めも、ね、こちらも気をつけてください。以上ここままでは地域密着道路交通情情報報と天気の情報をお送りしました なんか雨が降るなんて思えないけどねだからな、<ー>今日また天気良かったしな、午前中からね、うん、日中良かったですけどね、ね暑い暑いって言ってたけど、ちょっとまたこの暑さからがくっと下がって冷え込むみたいですから、うん、体調崩す日が多いんだよね、なん本当ね、今、噛んだことは秘密にしたいですね、僕はね、<laughs> 体調崩す人が多いんですよ、<laughs> なんか喋ゃべれやつはなんでかな。 あじゃない,いい感じする並びなんじゃないですか体調崩す人が崩すのくだりがこ <laughs> <な>けるんじゃない運動会状態でも言わんければよかったですこれ,らこれさ、うん、1>, 1週間見たんですけど、はい、晴れが2日あって、うん 1日雨で、で曇りがあって、晴れがあってみたいな。うん、どうなってるの、それもなんかこう、落ち着かないね、1>, あそう1週間ね。まあで結構、この時期、雨多いよな、うん、1>, 1月、2月ってね。キャンプシーズン多いよな。多いな、うん、あそうか、来週からまたキャンプも始まるからね、はい、そういう意味ではちょっと天気いい方が良かったんですけど、うん、まあ、ちょっとまた。 皆さんいらっしゃいますからね、そういう情報なんか入ってくるんじゃないの小佐の助あたりから入ってくるんじゃないそうでしょうね。プロ野球キャンプなんかも、もう2月1日、キャンプインといっても、自主練で結構来てるみたいだけそうなんだよな、サッカーとかもね、もう来てるしな、そうそうそう、もう中ぐすくかな、マリノス、中村俊輔とか、前はガンバ大阪の遠藤選手とか、結構いらっしゃって。 だからね、スポーツシーズンになってきたね、またね。<で>そう,う、ね、なってくるとね、晴れてもらった方がいいなと思いますけれども、うん、さあ、今日の番組のテーマは、携帯に秘密がありますかというテーマでやっていますが、えー、携帯秘密内容、ラジオネーム、アップルポンさんからいただきました、はいえー、モーリーさん、お疲れポンポン、イラミナセイキさん、はじめまして。いいいいいなな何がお疲れポンポンンんじゃない 俺もちょっと来週行ってもらおうあ行ってもらおう,おう,おうメールで自分が使うんじゃなくていやいやいや <laughs> 俺がお疲れポンポンを僕ちゃんですはい <laughs> <laughs> やめろ僕 <laughs> <laughs> ちゃんっていうの軍団さんぐらいだからなマジで、えー、ラジオネームアップルポンと申しますということで久しぶりですね、はい、えー、初めまして、えー、モーリーさん私今日は自分への誕生日のプレゼントとして、うん、有給休,休暇を取り 久しぶりに朝からのんびり出かけてきました。ああ、いいじゃないですか。お昼のランチは、椎茸はナメクジラさんのお店にタコライスを食べに行きました。<laughs> えー、椎名さんのトーク面白くて、お腹も心も満腹になりました。うん、ということで、うん、まあ以前ゲスト来てましたからね、はいはい。椎名さんね。うん、ではでは、今日のテーマ、えー、私は携帯で特に秘密にしていることはありません。というか、うちの旦那さん、 インターネットとかアプリのこととか全然得意じゃないので旦那が私のスマホを触ってフェイスブックとかツイッターとか開いてみてもえどこの誰とつながっているとか見ても分からないはずまさか会ったこともないラジオリスナーさんたちとたくさんつながっているなんて知られたら怒られちゃうかもでもでも何にもやましいことはしていませんので隠し事はなしですよではではということでああいいですね、うん、いいなリスナーさん同士でつながってるのいいよねうんまた 広いからね、うん、幅がそうなんだよな年齢もさることながら住んでるところも違うでしょ、うん、ねえはたまた県外の方もいらっしゃるかもしれませんからそうなんですよねそういう意味ではいろんな情報入ってくるからね、うんうん、いいと思いますね羨ましいだからもうリスナーさんなんだけど、うん、友達また家族っぽく関わってる方々もいますからねああそうだ家族ぐるみでな、うん、いるからな ああいいですねあの昼間の奥さんの結婚式のいえば友人代表、はい、青の軍団さんでしょあそうだのっていう話でしたよ大丈夫 <laughs> 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 いやあのー、大丈夫だったと思いますよああそう、うん、えどうせまた手作りのドンペリとか持っていくんでしょう<笑><笑> いやあの求められてるのは、うん、マイクマイクっていうかね喋りの方ですから大丈夫だったんじゃないですかああそうですか、うん、ああなるほどじゃあ良かったですけどこういうだからつながりでお願いをするとかさ <laughs>、うん、はいでもいいでもいいきっかけだよな、うん、なかなかその友達だったりさ、うん、作りにくいじゃない。うん 大人になると、ね、そういう意味では本当、リスナーさん同士またこうやって僕らみたいなパーソナリティともつながってもらえれば、うん、なんかいい,いいなと思うけどね。<ー>うん、だからさ、大人になってから、はい、たまにこう飲みに行った時にあのー、モーリーですーなんて紹介してもらうことあるんですけど、その時にさ、嬉しかったのは、うん、ああのーまあ、ラジオもしてる友達のモーリーですって言われた時に、も、うん 友達って思ってくれてんだと思って羨ましいねちょっと嬉しかったねこれはねいいなそれなあんまないさなんか言い方だな表現だな関係知り合いのとかって言われたら、うん、うわ知り合いか俺たちってなるし、うん、あまあそこでもねなあんまり何も思わないけど、うん、友達とかあしたあの 大好きな,とかなんかそういうことをちょっと一言付け加えることで、うん、その人も持ち上げていいよね、うん、どっちも気持ちよくああそうなんだって思わせるしね、うん、相手にもねあちょっと考えようかな俺あなた紹介する時ななんて言ってほしい僕はもう決まってますあなた紹介する時ああもうあるわけ決まってる何それあのカーディガンズの赤の人です <laughs> <laughs> あワインの方ですっていうじゃ,えじゃあ俺あのカーディガンズの水色の方ですとか言えばいいわけ <laughs> 俺分かりにくいだろそれカーディガンつけてなかったら夏どうすればあんまり <laughs> あ,あそうこれ <laughs> 紹介のされ方で<ー>今まで育んできた関係が分かるよねあそうなんだ、ね、でもあれやつさ難しいなあのー、仕事じゃなければ、うん、まあ友達の,あの義母森光ですとか言うけど、うん 例えば仕事とかになったらさはい、はい、同業者のとかいうことになるでしょ同業者で友達のとかっていうとちょっとおかしいもんな,なんかな、うん、ん難しいねもうさっきの俺武さんに対する発言なんてもうやってはいけないことですよ<笑><笑><笑>前城武さんって言ってますから。<laughs> あじ <laughs> 紹介者が間違えるって結構やばいよ <laughs> こんな紹介のされ方されたらいいねちょいちょいちょいってなるさ <laughs> あのエー <laughs> サーやとか、はい、あの物産振興協会とか肩、うん、書き紹介してくれる嬉しいけど <laughs> 名前間違ってるからってなったらね <laughs> これでもな俺もあんまり人のこと言えないんだよな <laughs> まあそこで拾ってくれる人ならまだいいけどな救われるけどな,な、ねうん、逆にな、うん、<laughs> ええともぶんさん えー、カーディガンズのワイン色と水色さん、リクエストあざす。さっきはラジオやブログのネタ用の画像が見られたら変なと書いたけどさ、メールも変なかな。とは言っても、送信履歴は各番組、嫁、リスナーの友達しかいないけどさ、嫁からはいいとして、義理の姉から、ラジオ聞いたよは変なそのものだよということで。えーあまあ、友分という名前が呼、ね、んでくれたときに、うん 聞いいたよっっててうのが変なってことですねはは昔ヒープーさんのラジオでナース服の色といえば白かそれ以外かというのがあってえたまたま読まれた日に限って「 えー、嫁と義理の姉が車で聞いていたらしくピンク服のナースはジンハラって飲むイメージがあるなってメールしたからね、えー、過激な内容ではないけどなんかアファーよね、えー、たまーに母ちゃんの友達にも街で声をかけられてあんたは友分なのって言われたりもするよ <laughs> 変な朝よっていうこと。<laughs> これはこれはリスナーならではじゃないこれは嫌だなだラジオネームね本名でなかなかできんからね<ー>それで「あんたね友文」って <laughs> みたいなこと言われたら「ぬがナース服ピンクよ」みたいなこと言われたら恥だなじゃあこのよピンク服のナースは陣原ってのもイメージがあるなあのくだりをよ <laughs> シーミーに向こう最中聞いてみる不意に。<laughs> 本当ね、う,うとうとも違うお願いするよ,よ <laughs> 俺もうずっとばれませんようにっつって知 <laughs> ん,んだなこれやばいなああ<ー>これあでもこれよ分かるな気持ちなうん俺なんかもうこのメールを紹介したりとかこうやってラジオで切り売りしてるでしょはい、はい、自分のことうん、うん、身内聞いててみえや 一気にトントン下がるよ,よ俺テンションいやもうイメージしただけでトーン下がるから俺も今考えて喋ったから全然喋れてなかったけども恥ずかしいよな恥ずかしいよな <あー S 2> 何も考えてないでしょこういう身内が聞いてるなんてあもう聞いてない体で喋ってますからで, <うん S 2> ですよねやっぱりねなねであんたバカ野郎とか言って <laughs> <laughs> あそんなこと言ったらダメよとか <laughs> 言われた日にはもう俺立ち直れないよ <laughs> 本当に <laughs>。 <laughs> だからここはあれじゃないですか、プロとしては、はいえー、そういう立ちはだから壁も、そうですね、壁の向こう側に届くように言うってことじゃないですか。あもう本当、対処の仕方としては、僕は一切聞かれてないという心、<laughs> 心持ちで取り組んでますから、<laughs> もう暗示だね、えー、もうそれしかないです、じゃ変なんですよ、やっぱりね、<ー>家族だったりが聞いてると。<laughs> えー、サブロータさん。はいよ。えー、モーリー正輝さん、こんにちは。こんにちは。携帯は何もないからロックしてないし、うん、えー、子供たちも俺の携帯取って遊んでる感じ。うんうん、まだ携帯落としたり、うん、なくしたりしたことはないんだけどさ。うん、えー、なくして、誰かに拾われて、アジラジに送ったモーリーが滑らしたメールは見られたくないな。<laughs> <laughs> あのー、まあ、あと携帯ではといえば、 モーリーにセイキさんから電話かかってきて声聞いたらセイキさんって分かるでしょああの一世目の声とかねああまあまあまあ、うん、反対にセイキさんの携帯にモーリーから電話かかってきて声聞いたらモーリーって分かるでしょまあ分かるね、うん、不思議な話があってその携帯から聞こえてくる相手の声は本人の声じゃないって分かってた、うんえどういうこと簡単に言うと携帯かけて喋るでしょ うん、すると、携帯会社のコンピューターが、その人の声質と似てるような声に変換して流しているコンピューターの声ってよ、<え>びっくりじゃないそうなのそうなると、清輝さん、携帯でモノマネして喋っても、コンピューターの声だから、うん、モノマネになってないってことならないおーおーお、そうなるな、俺、ここまでよ、全然頭に入ってきてないですけど、<laughs> どういうことなんですか。<laughs> あいやだからまあ 言うなれば俺が喋ってる声が、携帯電話での電話でね、電話通すと、俺の声が直接あなたの耳に届いてるんじゃなくて、一回コンピューターが聞いて、ふんふん、こんな声なんだな、じゃあこの声で毛利に喋ゃろってって、コンピューターが喋ってるっつうことよあじゃあ、今、ヘッドホンとかラジオ越しに聞いてる人の届いてる声と、じゃあ、僕らがそういった人たちに電話をかけて、届く声、違うってことが、うん、そういういことななんじゃない 多分そんなに難儀してるのコンピューータだからねえー、いやーよくわかんない初めて聞いた話だしなそういう仕組みなんだろううん、えー、でもわかるけどな、うん、まあまあそのだからコンピューターが超すごくてうん、うん、超そっくりな声真似して、うん、出してるから、うん、一緒の声に聞こえるってことでしょお<ー>それ考えたら変なあなるなあれか 電話とかも、うん、なんていうの、電波でしょ、要は。まあそうね。だ声が、音声が届くってことが、まあ、今でこそ当たり前ですけど、うんうん、それをこう携帯っていうものを持ち運びしながら、いつでもどこでも発信をして受信ができてっていう、うん、すごいハイテクなものでしょう、う要は。まあそうだろう。うん いやこれ難しいぜこれはどうなんだろうね<ー>そうなのかないやそういう仕組みらしいよへー,あーなんかちょっとあれだね考えるねはーでもよ あのサブロー郎ーさん基本スケベーだからよ、うん、あんまりここまで普段考えてないと思うよ <laughs> たまたま仕入れた情報をこっちにぶっこんできてるだけ <laughs> なるほどあ,だけだと思うあんま気にしない方がいいかもしれない <laughs> あと毛利<あ> <laughs> 昨日家計簿のアプリの話が出ていたけど、うん、家計簿アプリを使うとコンピューターが計算して本人に送り返してるって感じに思うけどさ、うん、これはよ反対にコンピューターがやっているんではなくて家計簿アプリの会社に送られてきていたのを アプリの会社の人が計算してから本人に送ってるそうだよへえ、あじゃあ、そのコンピューターが自動でやってんじゃなくて、うんまあ、例えばあなたが入力した数字を、人がそのなんかコンピューターの前で、うん、あこの数字ね、はいはいつってって、ピーピーピーってやって、またあなたに送り返してるってことね。ってことか。はあ、手間かかってんだな。そういう仕事があるってことでしょよう。 えー、うわー、大変だぜ、これ、もしかしたらよ、例えば、はい、義、え、母、ー、さんからまた来ましたね、<laughs> こいつ、エロ本ばっかり買ってや、みたいな、<laughs> そういう入力されてるかもしれないってうことよ、怖いなーまあ言うのなれば、だから、あのー、どっかを介して、こうやって電波だったり、情報だったりを出すことで、うん、その情報がもう、秘密じゃなくなってる可能性あるわけですよね。必ず誰かの仕事としててて成り立ってて、うん フィルターにかかってるってことだねああ、まあ、こっちが知らずに便利、便利って思ってることでもどっかでその分手間がかかって、まあ、仕事になってるからなそれはいいんだろうけどな、えーうん、うわなんかさっきあなたも言ってましたけど知らなくてもいいことがあるなありますねあちょっと気遣うなこれな<ー>今日このレシートはオクラン公安さんみたいなことあるな <laughs> もうあれだなこう考えたら <laughs>、まあ、LINE の、ね、最近のニュースじゃないですけれど、はい どこまでが本当でどこまでがこうなんていうの、うん、あの嘘というか都,都市伝説なのかってちょっと判断が難しくなってきた日その携帯電話の中に秘密あるかっていうテーマでやってますけども秘密にしてることがもしかしたらどっかの誰か余裕で知ってるかもしれないわけでしょ、うん、かまたそれ秘密秘密って思ってるの自分だけかもしれんしな。うん 意外とと人に知られれてるるこももあかし、ね、怖いなあむずいなあそういうのに詳しい人ってちょっと有利だよねでもねそういう仕組みとかまあ三郎太さんもそうなんだろうけどうん、うん、知ってたらねそういうのあるんだな気をつけないとな、はいけな、はいですなさあということでエンディングも近いですけれども今日の番組のテーマ「携帯に秘密ありますか?」でまだまだメッセージお待ちしてます。 さあ、アベニューの前ですけれども、国道三三丸、ちょっと渋滞が始まってきましたね。うん、はい、えー、小座から小屋向け、現在渋滞中でございます。うん、金曜日だからな。まあ、混むでしょうね。そうね、うん、もうこの時間はね、だんだん混み始めるから。うん。まあ、予定がある人は、仕事終わったらさっと帰る方がいいかもしれないね。そうですね。うん。まあ、あの、小座は結構、まあ、北中だったりとか、うるま市の間にありますけども。はい。 混んでるんだったらちょっとね休憩がてらアベニュー寄ってみようかなとかそうだねゲートのねザーズ行ってみようかなとかちょっとこう休憩がてらで寄ってもらいたいですねだからまだ夜は天気悪くなるみたいですからだからねちょっとこの後予定のある人は気をつけてお出かけなられてくださいね安全運転でねエンディングで話すことでもないんですけど今日一つミスったことがあってラジオに来る前になんかこう 知恵袋的な伊藤家の食卓的なネタがあって一つキーボードとか、うん、ミキサーとかパソコンのこのボタンとかあるさ、うん、その隙間にあったゴミを、うん、こうボンドを中に入れて、うん、その中によミキサーとかの中にボンドを入れてボンドボンド木工ボンド白いやつ<ー>で乾燥したらつまようん、じかなんかでそこペコってやればパリッてなって 出てくるとあああれかあのー、ボンドの蓋閉めた時の周りに固まってタッコってるみたいな感じになってカピあそれでゴミも一緒に取れるってことはいへーあそういうことあるんだでそれ試しでやってみようっつって、うん、マックの USB ケーブルのところに入れたわけよんかぐちゃぐちゃになってた <laughs> めっちゃぐちゃぐちゃになっててこれあれやしボンド入れたら中全然固まらんなっていうやつやし表面固まって<ー>中トロンってなってからなんか美味しそうになっててから何が美味しそうかや <laughs> これ徐々に取っていくしかないと思うぜ 死に難ぎなったなと思っていやーこれちょっとあの穴の深いやつにはやることじゃないんじゃないのだからちょっと試しでよあの1個だけやったわけ、はあ、これ全部勢い余ってやってたら大変になってたなと思っていやまあそれはなどうせなるんだろうなんつってな、うん、<laughs> えー、あそうあでもこれ気をつけた方がいいなたとえ固まるといえ <laughs> 今ぐちゃぐちゃですから USB のところ <laughs> そこに USB 挿したらもう取れんくなるやし <laughs> 多分な被害こもりますねこれねあそう、はい、いやこれちょっとやり方だなあの興味本位でちょっとやるだったらいいですけど、はい、がっつりやっちゃうともう事故りますからね <laughs> 本当にまあ便利な技いろいろあるんだろうけどな、はい、ちょっと考えてやらんでいかんすね <laughs> いいっすね、えー、こちらトムブンさんはい、えーまあ、さっきあのメール投稿したら、まあ、親族とか家族に「うんえー、はい」 ああんたたたラジオで読ままれれてるよねととかいいいろろ言われたという話がりし本音としてはラジオから友文を聞いたとしても「はい、友文聞いたよ」とは言わないでそっとしてほしいな <laughs> あと義理の姉ちゃんは俺のブログも読んでるからブログ見たいよすごいね的な話もやらないでそっとしてほしいかな本音は <laughs> まあそこら辺の恥もさらしてまで読まれたい気持ちが勝るわけだけどね<ー>、えー、友文の親族の皆さん関係者各位そっとしてくださいお願いします 今週もお疲れ様でした <laughs> お疲疲れれ様様でででししたたはい,はいですね,、まあ、そ,うねそういうリスクを抱えて、うん、こうやってリスナーさんはメールを送っていただくわけですから、うん、僕らも噛まずにありがたく読まんといかんねそうですね、うん、あなたもちゃんとリスナーさんのギャグをちゃんと組んで、うん、滑らないように読もうなんなら文字を書いてますからね僕ね読み方を。<laughs> あの <laughs> 読みやすいように書いてますからわかる俺もたまにやるごめん半熟卵封じになったらドライヤーでやったら乾くんじゃないということでトマブンさんさっきのパソコンのボンドをねあそうかもしれないねそうですねいろいろちょっと試してみてくださいよはいさあということであっという間に1週間もう次の放送は2月になってからってことですよああそうなるね来週月曜日はい えー、味食たラジオ4時台でお会いしましょう。ここまでのお相手は DJ モーリーとイラミナセイキでした。エンディングは荻野の目よう子、コーヒールンバ。